ただいま。あら、さき、おかえり。着替え取りに来た。あ、その前に飲み物。直也くんと二人で仲良くやってる？ぼちぼち。二人じゃないけど、二股だし。じゃあ、直也くんとやってる？おいおや！さきは興味津々でしょ？おーやー！あれ？もしかしてまだ？まだですけど。キスくらいしたのよね。いや。直也くん、性欲ないのかしら？言葉選んで！あら、だって。こんなに可愛いサキと一つ屋根の下で我慢できるはずある？いや、私なんて別に。何言ってるの？バスケで引き締められたスリムな体、しなやかな髪、抜群の笑顔。直也くんが何年もアタックし続けたのは、それだけサキが可愛いからでしょ。ほら可愛い。でも考えるとエッチな状況はいろいろあったけど。そうだね、サキちゃんとだけそういうことするのはダメだよ。誠実だ。水瀬さんにそんな嘘をつけないよ。こんなことでいいの？確かに直也は冷静すぎる。私このままじゃ、もしかして一生。大丈夫。サキの可愛さがあれば直也くんの中に眠る男を目覚めさせられる。私頑張る。